い、本日はですね、こちらパタゴニアのレトロ X のいいとこ悪いところをダダッと言っていきたいなと思います。ということで、こちらのジャケットなんですけど、めちゃくちゃ好きな人はもう30年ぐらい着てるっていう人もいてるらしいんですね。僕今回このメリットデメリットどうなんかなって言って、公式サイトの方からいろいろ抜粋させていただきました。それをまあ分かりやすくなんとなくまとめて皆様にお届けしようという感じの動画の趣旨になっておりますので、よろしくお願いいたします。まずはね、着用していきたいなと思うんですけども、このね、パタゴニアのレトロ X って普通のフリースともう一味も二味も違うんですよ。でそれがいいとこ悪いとこにもう随所に出てるんですよね。でその辺をちょっと喋っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まず僕着用してるのが、全身でこれ見た方が分かりやすいかな、178cm、 現在66kg で、サイズは M サイズで着用しております、まあ、こんな感じですね。で後でも出てくるんですけど、結構インナー薄着な方が多いんですよ。厚着着る人もいてないけど、薄着でいい理由もあるんですよね。まあその辺なんかもお話していこうと思うんですけど、まずはじゃあいいところからいきましょう。まずはね、人気のカラーとかってあって、今年も一応こんな感じで今年のカラーが出てるんですよ。ただ思ったより昨年が売れてなかったのがちょっとわからないんですけど、結構型落ちがセールになってるので、いいとこ一つ目っていうのが、アウトレット価格でまず購入できるんですよ。だから 30% オフで購入できて、今現在パタゴニアのレトロ X で 36,300円とか、だいたいそのあたりなんですよね。僕買った時ってまだ 29,000円とかぐらいだったんですけど、型落ちの昨年モデルとか、この辺4色ぐらいパンパンパンって出るじゃないですか。グリーンっぽい色味とか、まあナチュラル系の色味とか、僕赤になってるやつが出てますけども、これがね、24,000円とか25,000円ぐらいで買えるんですよ。だからちょっと昔の定価より安く買えるんですよね。でまあこれサイズによってもないサイズもあったりするんですけど、意外とアウトレット価格で買えると。でしかも型落ちやからって言ってすごい性能が悪くなってるとかっていうのは全くなくて、むしろただカラーが違うだけなんですよ。だからまあ好きな人からしたら、まあ例えばこれ僕着てるとするじゃないですか、これも4年前の型やなって見る人が見たら分かるんやけども、そんなこと誰もほとんど分からへんでしょ。だから去年のカラー着てたって、あ去年買いはったんかなって思うし、今年セールで買ったんかななんて誰も思ってないから、結構安く買えるっていうところがこのレトロ X、 要は長く続いてるところのいいところやと思うんですね。で結構アウトレット価格で購入しましたってレビューも多かったりしたんで、まあそういうところは良かった、いいんじゃないかなと。あとやっぱカラーとして人気なのはナチュラル系かなと思います。まあ、僕こんな着てるようなこういうパープルってやっぱりちょっと抵抗感あると思うんですけど、逆にねレトロ X って結構地味な色が多いんですよ。だから派手な色とっていうか、結構色味がちゃんとしてる色味ってあんまりなかったりするんで、ワンシーズンにね1種類あるかないか、もしくは2シーズンに1着あるかないかぐらいな感じなんで、結構カラーはやっぱりもうナチュラルに寄っていくんかなと思います。でこれ最も多かったし、このフリースならではの特徴ちょっと言いかせてください。何なんかというと、フリースやのに防風防寒性があるってレビューがあったんですよ。でこのチャンネル見られてる方はそれは意味わかりますよね。何の話かが全部意味わかるんやけども、普通の人ってわからへんから、ちょっとそういう普通の方に向けて話していきますね。まずフリースって普通風通すじゃないですか。でフリース1枚でおったりしたら外とかいてめっちゃ寒いなとかってなってくるんやけど、実はこのフリースっていうのは表のこのモコモコしたフリースの裏側にこういうまあメッシュみたいな生地がありますよね。でその間のとこにメンブレンっていう風を通さないシートが貼られてるんですよ。でそれのおかげで普通フリースってめっちゃ風通すのにしっかりガードされるんですね。だからフリースの最大の弱点であった風っていうのを克服していったんですよ。だからフリースの中で唯一無二なフリースといえばこのレトロ X が上がってくるわけなんですよね。それで暴風は意味わかるじゃないですか。はいはいはい、風は防げるんだねと。防寒に関してはなんでなんかっていうと、そもそもフリース自体がこうモコモコしてて、このモコモコしてるこの傘高のところに暖かい自分の空気を包み込んでくれるんですよね。でここで逃げないようにしてくれるんですよ。例えばこういうつるんとした生地とかやったら、生地をこう暖かいのを保温する場所がないので逃げていくんですよ、バーッと風吹いてきたら。でもこのモコモコしてる間にこう暖かい風が詰まってるので、自分の体温がね、それによって暖かさを感じる。えなんでなんていう一枚でフリースこれ羽織ってるだけなのに、なんでかしらあったかいねんなっていうのっていうのは、フリースの最大の特徴と最大のデメリットをもうむしろプラスにしていったっていうところで2大メリットが出てきたんですよ。でそれによってレビューで書いてましたけど、北海道の人が春先に着るのちょうどええねんっていうお声やってね、なるほどなと。僕の視聴者さんは北海道の方も非常に多いので、よ特に冬場になってくると北海道のこのダウンジャケット見てんねん、タクトのダウン見てんねんっていう方も多いんですけど、それでねあるのが、意外と北海道の人ほどダウン着ない説ってあるんですよ。でこっちより寒いのにって言って、大阪ですら寒いし、奈良とかもっと寒いよと、僕実家奈良なんですけどね、もっと寒いよって感じだけど、北海道もっと寒いねんけども、そもそも外出ないんですね。で外出る時っていうのは、家から車までの5メーターとか、駐車場からショッピングモール
までの30メーターとかそのあたりしかもう外は出なくて、基本的に室内は全部暑いらしいんですよ。ショッピングモールにしても自宅にしてもスーパーにしても全部暑い、車も暑いから、あんまりごっついダウンいらんねんっていう時なんかは意外とこういうインナーダウンとかフリースとかで過ごすからちょうどいいっていう声があって、まあ、これは確かに住んでないとわからへん。僕らからしたら春先にフリース着てるってちょっと時代遅れというか、トレンド的にはもう春でやったらコートとか、まあ、ちょっとしたジャケット薄手のライトアウターぐらいでちょうどいいじゃないですか。だけどこれに関しては例えば北海道に出張行くと、まあ、2月3月ねだってちょうどいいよっていう風になってるらしいです。まあ出張の僕らからしたら結構歩くから、まあ、歩く人は多分向いてないかもしれないけど住む人は向いてるんでしょうね。だからそれで防風防寒があると。だから実はこれも何十年も前から二刀流やってたわけなんですよ。あの大谷翔平とかいう前のもっと何十年も前から暖かくて風を通さないという二刀流を初めて成し遂げたのがこれなんですね。ただ今現時点ではユニクロも同じようなことを知らせてるから、まあなんかもうどっちがどっちなんかよくわからへんし、もう方法に似たようなそっくりなやついっぱい出てるじゃないですか。ここにパタゴニアってロゴが入ってないだけで、なんかワークマンの新作展示会でも見たなとか、ユニクロでも似たようなロゴが入ってないだけです見たなっていうのはあると思うんで、まあ今でこそ珍しくはなくなってきたんやけども、結構レビューでも多かったのが、まあ軽くて暖かい。なんでそんな軽くなってんの。普通これを二刀流しようと思ったらですよ、2人の選手は頭なんかじゃないですか。例えばこれやったら風を通さないようなこういうマウンテンパーカーとこういったフリースが2着いるわけなんですよね。ってなったらその分やっぱ重たさは出てくるし、いくらこれマウンテンパーカー軽いでといえどもやっぱ重たくなるじゃないですか。でまあ値段もかかるしね、倍。けどそれを1着でこなしてるっていうところに軽くて暖かい秘訣がある。まあこれは僕の主張さんからしたら、はいはい何を言うてんのと、当たり前のことを当たり前のような顔してるけども、知らない人からしたら、あ、なるほどそういうことなんやって今初めて気づいた方もいらっしゃるわけなんですよね。だから、まあ、ちょっとこれは初級コースやと思ってね、暖かく見守ってください。で次が毛玉になりにくいっていうところなんですけど、フリースの最大のデメリットである毛玉っていうところがあると思うんですけど、そもそもフリースっていろんな種類があるわけなんですよ。例えばこういう感じでもう最初からもうボコボコしてる大きい毛玉のやつもあれば、例えばこんな感じでもっとちっちゃい細かいマイクロフリースみたいなのもあったりするし、でちょうど中間ぐらいのちょっともこっと、毛足的にはそんな長くないんやけども、まあ、ちょっと長くなったかなみたいな、さっきよりは長くなったよねってい こう毛の足がね。でこのフリースとかやったらもっと長いのねっていう、長いというか髪の毛で言ったら硬い人みたいな感じの仕様にしてたり、長いけどしなやかなやつもあったりするんですよ。まあ、これなんかそうですよね。こう長いのが目に見えてわかるんやけども、こうしなやか柔らかい、要は女性みたいな髪の毛のフリースもあるわけなんですけど、これねどれが毛玉なりやすいのかっていう話になってくると、意外なんですけど長い方がなりにくいんですよ実は。意外とこれフリースレトレックス使ってみたら分かるんですけど、毛玉ならないんですよ。なんでかって言ったらもう元々もう毛玉みたいになってるから、これ以上ダマになることないんですね。ただ毛玉なってるのって皆さんが思うのこれですよね。そうそうそうこんな感じって感じなんだけど、ちょっとこういうなんていうのもこもこして、こう首元とかもそうなんやけど、ちょっとダマになりだしてる、もういかにもこう、あーもうこれ古着っぽいよねっていう感じになってるんですけど、だからフリースに関してはパタゴニア買ってくださいと。パタゴニアはフリースとにかく強いんですと。でそれぞれやっぱブランドによって強い弱いあるから、比較的ノースフェイスは毛玉なりやすいのが多い。まあリサイクルのフリース使ってるっていうのももちろんあるやろうし、それ以外にも触ると分かるけども生地がそんなに高くないかなっていう感じがあるんやけども、パタゴニアはしっかりフリースに関して特化してるんやろうな。でそれでいて自宅で洗える、そして洗い方も楽ちんと、このまま閉めて洗濯機にぶち込んだらおしまいっていう状態になってますので、まあ、気になる方は下ちゃんと洗濯表示見てね洗うといいと思うんですけど、僕はまあ全然気にならないので普通にそのまま洗濯ぶち込んでます。なんでかって言ったらもう全部化学繊維から、あポリエステルとか化繊ばっかりやから、もう全然洗濯は何の問題もないよっていうことになってます。でやっぱこれ男女ともに着れるね、デザインがいいよねっていう声もあったし、何十年も着れるよねっていうところもありました。で、あこの人2やなっていう人のね意見があって、これ面白い、これなかなか普通かわへんなって思うけど、そのパターンやってる人かなと思ったけどもね、このジャケットのポケットについて言及してるレビューがあったんですよ。でそれが何なのかというと、ポケットの1がちょうどいいっていうのが一つと、それ以外にやったらポケットの奥行きもいい。これ以上奥行きが広がってくるとちょっと時計が入ってしまったり、こう時計つけてる時とかにこうガッて引っかかったりするんだけど、ちょうどええ塩梅らしいんですよね。これは言われたらわかる、あなるほどなるほどって感じだけど、言われへんかったらわからへんかった。ポケットの深さまで見てなかったんで、あこれはね通な意見やなと思ってご紹介させていただきました。でまあそれ以外にやったらこうやって街中で全然着るのはもちろんできるんですけど、それ以外にもチャリンコ、バイクなんかも全然いける。えバイク
陸行けんの、フリース寒くない、まあ、さっきも言った通りラミネートが貼っておりますのでご安心くださいと。だってさっきも言いましたね、二刀流でございますから、フリース界の大谷翔平って言われてますので。でも僕の嫁自体も歯科衛生士昔やってたんですね、20代の頃で。その時なんかはまさにこれの色違い、ネイビー買ってやったんですけど、ネイビーにここが白っていう、あのナイロン部分が白色のやつだったんやけど、でそれ着て歯科衛生士の職場まで片道 4.4 キロをチャリンコで走ってた実績がありますので、まあ、チャリンコでも全然寒くないと、むしろ暑いぐらい、風が通らないので、ね、暑いぐらいなんですけども、ここからデメリットが入ります。どんなデメリットが来るかというとですね、まず一つがね、レビューにはあったんですけど、まあ、他の人は言ってなかったんでこの方だけかもしれないんですけど、梱包が雑やったとか穴が開いてたみたいな方があったんですね。でこれに関してはパタゴニアって海外で作ってるじゃないですか。で海外から僕も生地買ったりとか備品買ったりしたら海外発送で送られてくるんですよ。ほんならこんなロールでね、生地のロールって分かります、こっちにも画像出してきますけど、こんなロールが届くんですけど、袋にちゃんと入ってるやつなのになんかちょっとずつ穴開いてたりするんですよ。結構海外のはね、そんなんがちょこちょこあったりはするので、全部ではないと思うし、ちゃんと日本のパタゴニアのスタッフさんが確認してやってはるから大丈夫やと思うんですけど、まあ一部それがいうのがあったみたいな。ただちゃんと返信コメントで申し訳ございませんみたいなカスタマーの返信があったんで、あの社内でも次回内容にしますみたいなのがあったんで、まあ、そういう対策もされてるんかなとは思うんですけど、そんな感じになってました。で結構多かったのが袖が長いっていう声がありましたね。で逆に着丈短いっていう声があって、まあ、これどっちなんかなと。要は袖がに合わせると丈もうちょっといるよねっていう話なのか、丈このベースに考えたら袖長いよねっていうベースなんか、まあ、見方によってはどっちでもいけると思うんですけど、まあ、これが日本っぽくないサイズ感ですよね。日本人やったら多分おそらくこの丈の長さ、袖の長さにしないと思うんですよ、この丈やったらね。逆にこの丈やったらもうちょっと長くしてると思うんで、まあ、これがちょっと海外っぽい感じなんで、日本人によっては合わない人も、まあ、中にはいてはるっていうことみたいです。でそれ以外にやったらストレッチがこう効かないと。でストレッチ効かないっていうのが、そもそもこれ最近の洋服って皆さんこうユニクロとか、まあ、ファストファッションとかでもうストレッチビヨンビヨン効いてるやつあるじゃないですか。やっぱああいうのって悪くはないんやけど、あくまで消耗品扱いなんで、こう使っては捨て使っては捨てっていう価値観なんですけど、まあ、これに関してはその長く着るのもあるし、それ以外にも中にフィルム貼ってるっていう仕様上、フィルムを伸ばすことってできないので、例えば表地のこのフリースにポリウレタンを入れてちょっと伸びるようにしたとしても、どうせ中のフィルムは止まってるので これ以上伸びようないんですよね。なんやったらバイクとかチャリンコ乗っても袖足りてるよね、まあ、袖が長いのもそれいいかもしれないですよね、逆に言うとね。そういう風になってると、品質が低くなってるんちゃうかっていうコメントとか、あとまあ返品が受けてくれへんかったっていうコメントあるんですけど、これに関してちょっとどうなんかなっていうのが僕個人的にはあるんですよ。なんでなんかっていうと、返品を受けてくれへんかったっていうんですけど、それはね一人だけ書いてたんですけど、多分その人がよっぽど汚い変装したから返品受けてくれへんかっただけで、通常は受けてくれるんですよ。だって修理もちゃんと受けてくれるわけやからね、まあ、その人にも問題あったんちゃうかなって、まあ、僕関係ないから第三者が言えるし、あと品質が下がってる、年々下がってるっていうことに関しては、今むしろね生地とかに関してもその昔よりもちゃんと劣化しづらいとか、あとクレームになりづらい生地とかが採用されてるし、縫製に関してもやっぱりちょっと糸のほつれとかがあったりしたら、やっぱり今クレームになったり SNS でこう言われたりすることもあると思うから、ちゃんとそういうのは品質は徹底してると思うんですよ。まあ、ただその一部見逃したところとかもあるとは思うんですけど、全体的に品質が下がってるっていうことは、まあ、個人的にはちょっと考えづらいんちゃうかなと思うので、まあ、これはねこの人が購入し合ったものがちょっと微妙やったんかなっていう、たまたま外れやった、まあ、全部が全部完璧なんていうのは一応企業も努力はしてると思うんですけど、ちょっとそれは不可能なんで、たまたまこの人の届いたものが例えばほつれがあったとか、ちょっと生地に抜けがあったとかね、こう全部がフリーズじゃなくてちょっと抜けてたとかっていうのがもしかしたらあったんかもしれないんですけど、まあ、そういう場合は多分問い合わせしたらすぐ交換してくれると思うので、まあ、これはねちょっとパタゴニアさんに代わってね、ちょっとあまりにもここまで言われたら酷やろうなと思うから、一応あの代弁させていただきました。ということでね、まあ、レトロ X のいいとこ悪いとこっていうところをレビューパーって見させてもらいました。まあ、これ以上遡ったらいろいろあるとは思うんですけど、確かに実際問題毎年アップデートはしてるんですよね。だからどのブランドも全く同じ備品で全く同じパターンで作ってるってことではないんですけど、まあ、ほぼほぼ同じで着ていると思うので、まあ、このあたりはね僕らがこういう声を出してね、うわこういうとこ微妙でした、ああいうとこ微妙でした、多分梱包一つにしてもああどうでしたとかなんて、まあ、偉そうに言ってればもしかしたらこれがパタゴニアさんの本社に届くかもしれない、日本本社に届くかもしれない。そしたらそれで、あなんか YouTuber が最近何人か言ってたなと、なんかわけわからん日が生やしてね紫のジャケット着てるけども偉そうに一丁前には言ってた、じゃあうちちょっと来年は梱包大事にしようかって思うかもしれないじゃないですか。だからこういうのって声出していくことが大事だから、まあ、ただあんまりにもひどいことは止めますけども、まあ、今回はねレトロ X ね購入考えてる方とか、今レトロ X を手放そうと思ってる方なんかに今一度ねいいとこと悪いとこ見極めた上で買うのか、それとも手放すのかっていうのをね考えていただけたらいいかなということで動画を撮らせていただきました。はい、ということでね、まあ、僕の今後のおすすめとして
はね、やっぱりこれ来て、まあ、紅葉デート、パートナーの方と紅葉デート行っていただいたりだとかね、ちょっとカフェに、まあ、こんな感じでさっと行ってもらったりとか、カフェのオープンテラスみたいなおしゃれなとこ座ってでも、これやったら寒くない。で、ちょっと風吹いたら前閉めりゃいいだけの話だし、で、室内、パートナーが室内行きたいって言ったら室内をパッて脱いであげたらね、それはそれでいけるんちゃうかなっていうことで、まあ、レトロ X、見た目はちょっとクラシックやけども、ずっとこれ残ってると、何十年も残ってると、なんでなんかなって考えたら、やっぱり残ってる理由ってあるんやなっていうのを感じたっていうのがね、今回の動画になってたということで、本日はですね、パタゴニアのレトロ X の、いいとこ悪いとこを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。